ロート製薬公式 YouTuber の根橋いこころです。弟の音です。突然ですが音くん、家の中にあるものの中で一番大切なものは何？一番大切なもの、財布とか通帳とか。あ、まあそうね、まあ確かにね。でも違う。他は？他、僕と、あの修学旅行で買ったやつ。うん、あれそんなに大事にしてたんだ。一応思い出の品だからね。確かに家の中にあるもので貴重品とか思い出の品も大切だけど、今日話したいテーマは防災セット。ああそういうこと。防災セットって家の中にあるものの中でかなり大切でしょ。うん、まあ確かに。皆さんもちゃんと準備してますか？私は家と会社にちゃんと準備してますよ。え、会社にもあるんだ。3日分くらいの食料とお水と懐中電灯と充電器。意外としっかりしてんじゃん。意外とは余計。で、ここからが私がさらに伝えたいことなんだけど、最近防災グッズはそれだけじゃ足りないって言われてるんだよね。え、あとなんかあったっけ？あるんだな、これが。それが何かというと、癒されるもの。癒されるもの？うん、音にもあるでしょ。まあこれは女性が特にそうなんだけど、災害の時って不安になったりストレスで気持ちが落ち込んじゃったりするんだよね。だからそういう時のために自分が癒されたりするものを入れておくといいって話聞いたの。あー、そういうのって結構大事かもね。でしょ。私はオールインワンの化粧品とか入れてる。女性って肌が荒れるとストレスに感じる人が多いっていうし、オールインワンの化粧品なら1本でケアができるから本当におすすめ。あとはスニーカーとかアロマとか入れてる人もいるんだって。人それぞれ自分のお気に入りのものを入れておくのがいいのかもね。私の友達はポーチに最低限のもの入れて持ち歩いてるし、とにかく防災セットを揃えるときは心の健康も大切にして癒されるアイテムを入れてみてくださいねってことです。そういうのって男の人にも言えることかもね。俺も帰ったら見直そうかな、防災セットの中身。おとさ、今月防災月間だって知ってた？あー、そういえば学校で避難訓練した。でしょ。改めて防災のことを考えればって期間だからね。この動画を見ているあなたもですからね。今日の姉ちゃんなんかしっかりしてるね。意外とやるときはやるんです。意外とは余計。意外とは余計。意外とは余計。自分で言っちゃったよ。年に一度は防災セット見直してくださいね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。